はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日ね、東急ハンズに行ったらこんな面白いものを見つけてきました。こちらです。ふなっしーアートマスクピュアスマイルです。はい、こちらですね、何かというと、本来はですね、女性の方が使うものですね。美容液がこう入ったこうフェイスマスクでございますね。うん、これのふなっしーが出てたので、ちょっと買ってきました。っていうのはですね、私ね、もう38歳になりまして、ちょこちょこですね、老いが顔に出ております。あのね、ちょこちょこなんかね、ポツポツできてきたりしてるからね、うん、こっちは全然できてない。もちろんそのね、進化はできないけど、もうね、劣化をなんとか防ぎたいなと思いまして、この、美容液が入ったですね、シートをちょっと浸透させてですね、ちょっと中変わるかなとっていう思いでちょっと買ってきました。はい、これ梨の香りみたいだね。あ、そうだね、はい、ここに書いてありますね、梨の香りらしいです、うん、梨の香りって書いてある上に梨の絵も書いてある。こちらのシートはですね、加水分解コラーゲン、肌を保湿しますって書いてありますね。あとヒアルロン酸 NA、 肌に張りツヤを与えます。酢酸トコフェロール、肌を整えますだって。いろいろ効果あるみたいですね、うん、じゃあとりあえず開けてみましょうか。はい、匂い、あんまり梨の匂いしないね。すごい、うわぁ、結構濡れてんね。ちょっとパパね、今さっき顔洗ってきましたので、うん、うわ、ポトポト落ちるね。髪だったら普通破れるよ。このね、アートマスクはふなっしーのものなので、もちろんですね、ふなっしーが描かれているようですね、うん、はい、あ、こうだこうだ、すごい。よし、じゃあちょっとつけてみるね。パパ今鏡がないから、こうやって、お感じは？気持ちいい。気持ちいい？うん、気持ちいい。すごい。全体がふなっしーになっちゃうわけよ。ちゃんとこれ、ちゃんとこうやってぴったり伸ばさないといけないでしょ。パパ、もうちょっと上に上げなきゃいけない。パパ全体ふなっしーになっちゃう。あ、すごいねこれ。すごい。だってマジでないから、すっごい変。そう、ここにね、もう一個は目があるからね。気持ちいい。ババン。女性の方はいつもこんな気持ちよくしてるんだね。えいちゃんもやる？えいちゃんもやる？やってみる？はい、いくよ。はい、いきます。よいしょ。あ、気持ちいい。気持ちいいね。オッケー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 。やっぱ子供用じゃないからね。どうすか？ちなみにこのマスク、マスクしてから15分から20分後にゆっくり剥がしてくださいって書いてあります。はい、誰ですか？船五郎。じゃあちょっと15分から20分待ってみましょう。はい、ということで15分経ちましたね。エイシン君は気持ち悪くなって途中で剥がしました。はい、私は15分つけっぱなしでございます。15分じゃないな、もう20分ぐらい経ったかな。はい、じゃあ剥がしていきましょう。はい、はい、いきますよ。 すごいね、気持ちよかったよ。あ、そうだ、一応ちゃんと細かく見とこうか。これふなっしーのお目々 ね、で、これね、口ね、これここにあるんだ、口が剥がれちゃってる。うん、口はね、こんなとこなんだ。鼻だと、この辺、あの、ほなっしーのあの、ほっぺたのあの、何？赤らみのところ、うん、で、ここがふなっしーの葉っぱ。で、この辺が多分ふなっしーの顎なんだね。そうだね。だから、こんな感じで見てくれると、ふなっしーのしーなしじゅんぷしゃー。で、ちょっと撮りたいと思います。はい、撮れてるか、私、撮れてた。おー、撮れてません。てんてん、あー、点々はね、さすがに取れないと思うけど、一応こうね、美容液残ってるんで、これちゃんと染み込ませておきましょうね。はい、はい、いやー、気持ちよかった。あのね、やっぱ部屋の中さ、こうエアコン入ってたりさ、扇風機入ったりするとさ、もうそれもろにこう、ほら冷えるじゃん、うん、すーごい気持ちよかった。はい、ちょっと変わりましたか、私変わったかしら。ドーン、そしやね、こういうのは続けていかないといけないんでしょうね。うん、初めてこういう、ね、フェイスシートってのをやりましたね、私。
すごい気持ちよかった、ただ梨の香りはそんなに感じなかったね、はい、ということで今回はふなっしーアートマスクピュアスマイルでした。